皆さんこんにちは。今日は、6月29日で、今日はですねちょっとカンペ使ってますけれども、カーボンハンドルが入荷してきます。で、フォルモサのハンドル、名前はフォルモサと言います。ハンドルですけれども、このデザインは、台湾のブヌン族、原住民のブヌンという民族 の衣装をベースにしたデザインで、まあ、模様がこういうこのように入ってます。で、一応まあブヌン族をモチーフにして、まあ、記念ということでフルカラー、よくカラーハンドルって言うんですけれども、よくまあブラックベースにその色をパッと乗せたような感じはあるんですけれども、このカラーハンドルっていうのは今、まあ現物はなくてこれから入ってくるんだけど、ブヌン族の衣装カラーを、まあ、記念として、入れていて、まあ、前回が好評、限定生産だったんですけど好評だったので今回も入れることにしました。まあ、大体1年ぶりですかね。はい。で、ハンドルですけれども、まあ、ただ量産でさせて入れるのみではなく、今度はですねちょっと型を見直してこう固定した時にこことここの差、意外と型って、まあ、パリッと決める時もあるんですけれども、その今度やったの、まあ、注意したのがこことここの交差をもうちょっと、少なくしました。で、なおかつ、あまりその仕上げ本当のエンドはあれですけれども、ここの厚みがまあ若干そのちょっと薄かったり厚かったりその円に対してあるんですけれども、まあそれは決して強度には全然関係なくて、まあ影響はしてないです。で、まあその見栄えっていうんですか、そこもちょっとやるように専門の軸を導入して、ここをなるべくパリッと、まあ来るまではちょっとわからないんですけど、まあ、導入したとは言っております。なので、今回の改良はこことここの交差をなくしたのと、あとここちょっと均一な厚みにしました。まあ、こんな感じですかね。ハンドルってそんなに進化するものでもないけど、まあ、特にそんな折れるとかそういう話ではないので、もう本当に精度を精度を求めるっていう、突き詰めるっていう部分で、あと見た目も突き詰めるという部分でこの2点を今回の生産の時に、まあ、ちょっと更新をしてみました。で、まあこういう感じか、見えてるか、こういう感じ、まあちょっと待って、暑い。今日はですね、いつも仕事前に自転車を30分ほど漕いで、まあ10キロか15キロぐらいです、まあでも12キロぐらいですから漕いで来てます。で、すごい暑いのでもう今すごい収録してますけど汗かいてます。で、はい。で、話を戻しまして、ハンドル4種類あります。クランプ、これは31.8 で、ライズは17と30ですね。で、31.8 の、角度は5度ライズの、ライズじゃなくてアップスイープの9度バックで、 35mm クランプに関してはライズとはライ、35mm のものに関しては20のライズと 20mm のライズ、 35mm のライズで、アップスイープが5度のバックスイープ8度っていう感じで、まあこうやって見ると見えるかな、こんな感じでシルエットわかんないっすよね、わかんないっすね、こういう感じか、わかんないか。でもまあとにかくこれが入ってきます。で、品質もちょっとだけよく、見栄えもちょっとよく入ってきますので楽しみにしてください。